人間とのサイズ比較、ダンダラカマイルカは、クジラモカハクジラモクマイルカかカマイルカ族に属するイルカである。ダンダラカマイルカは、南極圏から南極圏にかけての南の冷たい海域で生息している。カマイルカ族の中では最も小さな種類である。長い間、ほとんど知られていなかった非常に珍しいイルカである。1820年に描かれたに基づき、 1824年、クイとゴアルマードによって新しい種であると確認された。標本によらず、目視だけで種として広く認められたものは、クジラメとしては、このダンダラカマイルカのみである。南極圏において、数十年間に及ぶ商業捕鯨が行われたにもかかわらず、1960年までに生物学者のもとに届けられた標本はわずか3個体だった。 現在まででもたった6体の完全な標本と14個体分の部分標本が調べられているに過ぎない。その他には座礁した4体の調査や調査船による調査によって研究されている。体の模様は白と黒からなり、このため捕鯨漁師からは海のスカンクとも呼ばれていた。体の左右それぞれに2つの白い模様が口から目、胸びれにかけてと、 背びれの後方から尾びれにかけての2箇所にある。2つの白い模様は、細い線状の白い模様で繋がっており、なんとなく砂時計のように見えるため、英名では、アワーグラスドルフィン、すなわち、砂時計イルカと呼ばれる。腹部は白く、その他の部分は黒である。学名のクルキゲルは、ラテン語で十字型を意味する言葉から来ている。一方では、砂時計と呼ばれ、 他方では十字型と呼ばれているというのは、すなわちこのイルカの外観があまり正確には知られていなかったということを意味している。海上でダンダラカマイルカを見分けるのは非常に容易である。同じくらいの体長で同じような南の海域に住むのはシロハラセミイルカだけであるが、シロハラセミイルカには背びれがないため容易に区別できる。ダンダラカマイルカの背びれの形状の個体差は大きい。 大雑把に言うと、長くて湾曲しており、特に年長の個体の場合の湾曲が目立つ。成長すると、体長1.8メートル、体重90キログラムから120キログラム程度になる。メスはオスに比べると若干小さくて軽い。南極の氷床の近くから南位45度までの海域に生息する。最も北方の観測例は、 南大西洋では南位36度、南太平洋ではチリのバレパーソ沖の南位33度である。よく見られるのはニュージーランドの南のサウス、シェトランドアイランズ、アルゼンチンのティエラデルフエゴあたりである。これらの島々の近くでも多数が生息しているようではないらしい。ある調査結果では現在の生息数は最低14万頭である。 ダンダラカマイルカは5内市10頭程度の群をなす。国際捕鯨委員会の調査では60頭程度の群も観察されている。イワシクジラ、ゴンドウクジラ、ハンドウイルカ、クロミンククジラ、シロハラセミイルカなどの他のクジラと同じ海域で餌を取る。ガスクジラと一緒にいることもかなり多い。そのため捕鯨漁師はダンダラカマイルカを 他の大きなクジラを探す目印として利用することもあった。ダンダラカマイルカは比較的多数生息すると考えられている。捕鯨の対象とされたこともない。本格もほとんどない。核種汚染による影響もほとんどない。人間による影響がほとんどない。クジラ目としては珍しい種類と言える。ありがとうございます。